ノーザンブロッティングによる RNA の検出の流れを示した図。抽出した RNA をゲルを用いて電気へ移動して分離した後、それをメンブレンに転写した上で拡散プローブを用いて目的の RNA のみを検出する。ノーザンブロッティングあるいは RNA ブロッティングとは分子生物学研究において用いられる RNA を検出することによって遺伝子の発現を 解析する手法である。ノーザンブロッティングの名称は DNA を検出するサザンブロッティングと同様の原理によることか。ノーザンブロッティングを用いることによって、形態形成や細胞分化、病気の発病などの様々な状況下で、ある特定の遺伝子がどのように発現しているかを比較、解析することが可能である。ノーザンブロッティングにおいては、まずサンプルから抽出した RNA を 電気栄動によってそのサイズごとに分離した後、メンブレンへの転写を行う。その後 RNA が転写されたメンブレン上で、標識した拡散プローブを用いて、目的とする RNA の量、サイズを検出する。なお本来、ノーザンブロッティングという言葉が指すのは、RNA を電気栄動ゲルからメンブレンへ転写する過程のみである。しかし、一般的には、 電気、営動、検出といったその前後の一連の過程を合わせて、ノーザンブロッティングと呼ぶことが多い。ノーザンブロッティングの手法は1977年に、スタンフォード大学のジェームズ・アルウィーン、デビット・ケンプ、そしてジョージ・スタークによって、米国科学アカデミー企業に発表された。サザンブロッティングとの主な違いは、ノーザンブロッティングにおいては DNA ではなく、 RNA が解析の対象となることである。一般的なノーザンブロッティングの手順は、まずホモジェナイズされた組織、または細胞サンプルから RNA を抽出することから始まる。真核生物のメッセンジャー RNA は、その末端にポリエビブを持つことから、それに結合するオリゴ DT を用いたクロマトグラフィーによって単理することができる。こうして得られた RNA サンプルは、 ゲル電気栄動によって分離される。電気栄動に用いるゲルは崩れやすく、また RNA の検出に用いる拡散プローブはゲルの気質に侵入することができないので、分離された RNA は続いてメンブレンと呼ばれるナイロン膜へ吸引もしくはキャピラリーを用いた拡散によって転写される。キャピラリーを用いて電気栄動ゲルからメンブレンや RNA を転写する装置の例。 毛細管現象を利用して、下側に位置するゲルから、髪型のメンブレンや RNA を移動させる。ナイロンでできたメンブレンは、正の電荷を帯びているため、負の電荷を帯びている核酸を効率よく吸着することができる。転写に用いるバッファーは、ホルムアミドを含んでおり、RNA とプローブのハイブリダイゼーションに必要な温度を下げる働きを果たしている。これにより、 反応を低温で行うことができ、高温による RNA の分解を防ぐことができる。RNA がメンブレンに転写された後、UV 照射や熱処理によって RNA をメンブレンへ固定化する。その後、標識のついたプローブを RNA とハイブリダイズさせる。この段階でハイブリダイゼーションの効率と特異性に影響を与える因子として、イオン強度や粘度、 RNA およびプローブの長さ、不対合塩基体の数、塩基組成などが挙げられる。ハイブリタイゼーションの後メンブレンを洗浄して、非食い的な結合を生じているプローブを洗い流す。ハイブリタイゼーションしたプローブと RNA の複合体を標識の種類によって、X 線写真などの方法によって検出した後、電子トメトリーによってそのシグナルの強さを定量し、 RNA の量を定量する。対象実験として、マイクロアレイや RTPCR によって標的の RNA が存在しないことが確認されているサンプルを用いることもある。ホルムアルデヒドを含んだアガロースゲルで電気営動された真核生物の全 RNA28S および 18S リボソーム RNA が目立つ。左側には RNA ラダーが一緒に営動されている。RNA サンプルは RNA の二次構造形成を阻害するための編成剤としてホルムアルデヒドを含んだアガロースゲルを用いた電気営動によって分離されるのが一般的である。営動後のゲルをブロッティングする前にエチジウムブロマイドで染色し UV 照射下で観察することで RNA の量と品質を確認することもある。 尿素を加えたポリアクリルアミドゲルを用いた電気営動でも RNA を分離することができるが、これは断片化した RNA やマイクロ RNA に対して用いられることが多い。サンプルの隣には RNA ラダーを共に営動して得られた RNA の長さなどを調べることも多いが、全 RNA サンプルの場合はリボソーム RNA をマーカーの代わりとして用いることもできる。 リボソームの大サブユニットは分子量 28S、小サブユニットは分子量 18S であるため、A 銅像には2本の目立つバンドが現れる。ノーザンブロッティングにおける RNA の検出には、標的 RNA の一部、または全部と相補的な塩基配列の拡散でできたプローブを用いる。プローブは DNA でも RNA でもよく。 標的 RNA と相補的な最低でも25、塩基体以上のオリゴヌクレオチドであれば用いることができる。一般に、インビトロでの転写反応によって作成された RNA プローブの方が、複数回の洗浄に耐え、バックグラウンドのノイズを一部低減することができる。プローブは放射性同位体、またはアルカリホスファターゼや西洋ワサビペルオキシュダーゼなどを用いた。 化学発光による方法で標識されるため、前者であれば、写真の観光、後者であれば、発光という形で、プローブの存在する位置を検出できる。化学発光による標識の方法は、主に二つに分けられる。つまり、プローブを化学発光を起こす酵素で直接標識して、検出する方法と、プローブを何らかの小分子で標識し、それと結合する別の分子に、 化学発光を起こす構素をつなげて、プローブと結合させることで、化学発光を起こす方法である。放射性同位体による標識に比べ、化学発光による標識は、短時間で検出が可能で、感度も高い。また、前者は放射性物質を扱うことによる健康への危険も伴うので、近年では放射性同位体を用いた方法よりも、 科学発行を用いた方法を用いる研究者が多い。一枚のメンブレンで最大で5回、異なるプローブによる異なる標的遺伝子の検出を行うことができることが分かっている。ノーザンブロッティングによって異なる組織、機関、環境ストレスのレベル、または感染の有無、何らかの処理の有無などによってある、特定の遺伝子の発現がどのように変動しているかを解析することができる。 例えば、癌細胞において、通常の細胞と比べて、癌遺伝子が過剰発現されていて、逆に、癌抑制遺伝子の発現は下がっていることを示すのに、ノーザンブロッティングが用いられてきた。他の例として、移植された臓器の拒絶反応における遺伝子の発現変化を調べるのに用いられたこともある。ある特定の条件における遺伝子発現のパターンから、 その遺伝子の機能を推測することもできる。RNA はまずそのサイズによって分離されるが、一つのプローブを用いて、サイズの異なる複数の RNA が検出されれば、同一遺伝子における選択的スプライシングの存在、または共通する配列モチーフを持つ複数の遺伝子の存在などが示唆されることになる。突然変異体における遺伝子の結出や転写後就職の異常によって、 RNA サイズの違いが生じる場合もあるが、これもノーザンブロッティングによって検出が可能である。同一遺伝子の中でも異なる標的配列に対して複数のプローブを設計することで変異体において RNA のどの部分で消失が起こっているかを調べることもできる。ノーザンブロッティングと同様に遺伝子発現を解析する手法として RT-PCR ヌクレアーゼプロテクション発生、DNA マイクロアレイ、RNA、シークエンス、サージュ法などが挙げられ、それぞれが場面に応じて使い分けられている。例えばそのうち、マイクロアレイを例にとると、この手法は通常1から少数の遺伝子のみを対象にする、ノーザンブロッティングと比べ、何千もの遺伝子の発現を同時に可視化できる点が優れている。逆に、ノーザンブロッティングは、 マイクロアレイでは検出できないような遺伝子発現における微小な差異を検出できることがある。RTPCR と比較するとノーザンブロッティングは感度が低いという欠点があるものの特異性が非常に高いため偽陽性シグナルを検出してしまうことが少ないという利点がある。その他、常実のように RNA のサイズを検出し、 選択的スプライシングなどについても解析できる点やメンブレンが数年単位で保管可能であるため追い実験が可能である点などがノーザンブロッティングの利点として挙げられることがある。ノーザンブロッティングを行う際に頻発するトラブルとしてサンプルに残存していたまたは環境中から混入したリボヌクレアーゼによって RNA サンプルが分解されてしまうことが挙げられる。これは 使用器具を適切に滅菌すること、ジエチルピロカーボネートといった、ライボーヌクリース素外剤を用いることなどによって予防できる。また、ノーザンブロッティングで用いられるデープック、エチジウムブロマイド、放射性同位体といった薬品は人体にとって危険なものが多いことにも注意が必要である。ありがとうございます。